ネストール・アルメンドロスは、スペインのバルセロナ生まれの映画カメラマン、撮影監督。青年時代の1948年に、フランシスコ・フランコ政権のファシズムを恐れた両親の、後を追って、キューバに移住する。キューバは、バティスタの独裁政権が始まる以前では、検閲の、緩やかな時代であり、多感な時期に多国籍の映画を数々見ることができたと、言う。やがて自主上映の回、 シネクラブを設立したネストールは次第に映画制作に興味を移す。翌年の1949年に大学の有志たちとカフカの短編を原作とした短編映画を制作する。1956年、ローマの映画実験センターに留学するもネオレアリズムが終焉し、保守的になっていた学校の体質に合をに癒し、ニューヨークでスペイン語の教師の職を務めたりしながら、 独学で映画制作を続ける。1959年、カストロ政権となったキューバに戻り、主に教育映画の制作を担うが、国有化され、プロパガンダ調の作風を強要されることに反発し、再びキューバを離れてフランスに赴く。シネクラブ時代に知り合っていた映画関係者を通じて、映画祭を巡ったり、スペイン語教師で食いつなぐ日々を送る。 やがて訪れたパリでエリック・ロメールの下でカメラマンの代理を偶然に務めたことがきっかけとなりカメラマンとしてのキャリアを歩み出す。当初はロメールのつてでテレビ局用の短編映画の仕事を行い仕事の中で後に生かされる様々な映像技法を培う。その後ロメールはもとよりフランソワ・トリホーやジャン・ユスターシュといったーベルバーグ派の映画作家と親交を深め その作品を数多く担当した。自然光を巧みに使い、映画、絵画、写真などの白色な芸術知識を生かした斬新で、芸術的な映像美は注目を集め、特にフランソワ・トリュフォーとのコンビネーションは、フランス国内のみならず、海外でも評判を集めた。また、1970年代からはアメリカ映画にも進出。 撮影を担当した1978年のテレンス・マリック、天国の日々でのリアリスティックで芸術的な映像美によりアカデミー撮影賞を受賞した。その後もロバート・ベントン、マイク・ニコルズ、マーティン・スコセッシなどとコンビを組み、特にロバート・ベントンとは社会現象ともなった1979年のクレーマー、クレーマーや1984年の プレース・イン・ザ・ハートを、はじめ、5本の作品を担当している。穏やかな人柄とともに、複数の言語を流暢に操る、豊かな教養の持ち主であり、自伝、キャメラを持った男を執筆した際には、自身の撮影技法を、初心者にもわかりやすく解説し、各国の翻訳に対しては監修、構成なども言った。日本語版に関しては冒頭に、黒沢明の、羅昌門。 溝口賢治のうげつ物語お引き合いに日本映画から多大な影響を受けた胸のコメントを寄せ、宮川和夫、中井朝市、厚田夕春を私の先輩と明記して三辞を送っている。1992年3月4日、ニューヨークでエイズのため休止。ありがとうございます。